あ、こちらのコーナーに移りましょう。ドン、有本香里さんです。協力有本のコーナーでございます。申し上げるまでもなく、ありがとうございます。申し上げるまでもなく、はい、剥がれてきましたね。そうですね、うん、結構使ってますから、中身は若本でございます。このコーナーでは有本香里さんの強力かつ濃密な人的ネットワークを駆使させていただきましてね、さらに深い情報を発信してまいりましょうということで、まずは先にこちらのですねコーナーに絡んだニュースということで、こちらの記事から読ませていただきましょう。八重山日報の記事の概要です。尖閣諸島のアザ名が都城尖閣に変更されたことを受け、アザ名を明示した標柱柱ですね、標柱を現地に設置するよう求める決議案が8日石垣市議会に動議で提出されました。これは14日の最終本会議で採決される見通しです。尖閣諸島には1969年、昭和44年当時の石垣機構市長が自ら上陸し、市の行政区域であることを示す標柱を設置しました。しかし2012年に魚釣島に上陸した仲間仁市議会議員によりますと、標柱の文字は現在読めないほどに風化してしまっているということです。中山義隆石垣市長は標柱の設置について、上陸が可能か法的な根拠を精査し、実施可能であれば行政手続きとして実施したいと述べました。また中国の王毅外相が尖閣諸島の領有権を主張したことに対し、日本側の漁船を引かせろという意味だと感じている、交渉のテーブルに乗せられる形になるので断じて行うべきではないと反発していますと。まずはこのニュースからなんですけれども、はい、本日のスペシャルゲストとお電話がつながっている模様です。協力有本、本日のゲスト沖縄県石垣市の、中山義隆市長でございます。中山さん、つながってますか？もうちょっと、あ、もうちょっと、あ、すいません、じゃあもうちょっとお時間いただきますが、はい、八重山日報のこういう、ね、記事なんですけれども、うん、そうですね、まあ、これはそのですから議員の方から、はい、提案された、提出された、市議会で、はい、決議案なんですよね、市の方からということではないですね。はーはーはー。ただその今記事の中にありましたように、昭和44年、はい、1969年ですね、この時点では、まあ、中国は、けほども、この尖閣諸島についての領有権主張なんてものはしてなかったわけですね。まだ日中国交正常化の前ですもんね。前です。で、だいぶ前にね、この番組に来ていただいた、はい、楊海英さん、内モンゴルオルトスご出身の、はい、あの先生が持ってきてくれましたよね、地図帳、はい、昔の、はい、あれがね、要するにあそこに書いてあるように、あの時点では中国政府も、はい、尖閣諸島は、しかも魚釣島という名前で日本領だってことを認めてたわけですよ、地名の表記までね、うん、島の表記まで。その当時に一度標柱を立てて、まあ、当時の石垣市長が自ら上陸して標柱を立てた、はい、まあ、それが多分だから相当もう古びた形で一応あるということなんですね。半世紀以上前にやるわけですからね、そうですね。まあ、ですから今回こういう、ね、決議、おそらく来週月曜日にされる、はい、まあ、それを受けて、市としてはまあどうなのかなというところ。14日ですよね。今記事に、ね、ちょっと市長のコメントありましたけれども、このあたりもうちょっと詳しく、せっかくですから肉声を届けていただいて伺いたいということで、はい、昨日急遽お願いしました。お電話つながった模様ですので、改めて、ね、ご挨拶申し上げましょう。おはようございます、中山さん。あ、おはようございます。お忙しい中ご協力いただきまして本日はありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。早速じゃあ有本さんからお願いします。はい、おはようございます、有本です。おはようございます。はい、はい、ありがとうございます、朝から。はい、いえいえ、大丈夫です。はい、実はですね、今スタジオでもニュースを読ませていただいたんですけれども、はい、この、まあ、今議会に提出されている、これは、はい、八重山日報さんの記事の中にもありますように、これは議員の、はい、有志が、議会に出しているというもので、おそらくその来週月曜日に、決議がされるということなんですが、はい、まあ、これもしですね、決議されるということになれば、この標柱の設置に関して市長としては、まあ、積極的にそのやる方向で、取り組んでいかれるという理解でよろしいんでしょうか。はい、その内容でよろしいかと思います。はい、今回は次の皆さんが提案いただきましたので、はい、議会で決議がされましたら、
おそらく国に対してその標柱設置の、はい、お願いをしに行く形になると思うんですが、はい、まあ、行政側としても市議会の決定ですので、はい、まあ、それを、まあ、思いは一緒ですから、はい、ぜひ一緒に行動したいなと思ってます。なるほど。まあ、これ殿城尖閣というふうに名前を変えたというのは私たちも記憶に新しいんですけれども、はい、昔その1969年昭和44年に、当時の石垣市長がその自ら上陸をされて標柱を立てた、はい、この時は、うん、その、うん、まあ、戸代尖閣っていう名前ではなくて、なんか魚釣島とかそういう標柱が立てられてるんですかね。そうですね、島の名前を表記された、はい、まあ、沖縄県、もちろん日本国という意味ですけどね、それもしっかりつけて、表示されたものを設置したというふうに聞いてます。この時はあれですか、この標柱を立てるためだけに当時の市長がいらっしゃったんですかね。ですね、実は、戦時中にですね、はい、尖閣で、はい、まあ、台湾に疎開しようとした八重山の人たちの船がですね、はい、東南を米軍とかの攻撃を受けて、はい、盗難をした例がありましてですね。あ、そうなんですね。その方々の、うん、慰霊祭も同時に行う形で、慰霊碑も建立してあります。あ、そういうことなんですか。はい、ということは、なんか以前ですね、やはり尖閣の方に船で行った人たちが洋上で慰霊祭をやったりしていましたけれども、はい、この尖閣諸島に、まあ、戦前、うん、人が住んでいたという、はい、そういう方たちじゃなくて、その戦時中に、はい、戦争末期に、はい、そこにたまたまその漂流して流れ着いて、それで亡くなった人っていうのが、はい、それなりの数いらっしゃるってことなんでしょうか。そうですね、船2隻で行ってですね、1隻は撃沈されまして、でそのもう一つの船も攻撃されて、もう航行不能になって、うん、夜釣島に漂着したんですね。はあ。でその時に漂着をしたんですけども、はい、もう石垣とは距離が離れてますから、連絡も取れずに救助もできずに、はい、もう餓死された方とかいる中で、そこで決死隊の皆さんが石垣に船を作って小船を追ってですね、はい、うん、石垣に助けを求めてそこで遭難しているというのが初めて分かって助けたという例があるんですが、はい、まあ、その時にもう亡くなられた方とかをですね、はい、もう埋葬してありましたんで、うん、そういったものの遺骨の収集とかもしたいということも思いもあって、まあ、その方々の慰霊祭も含めてですね。なるほど。ご遺骨も向こうにだからあるままなんですね。そうですね、記録としては回収したというのもなかなか今のところ資料見つかってないので、うん、まだ残ってるんじゃないかなと思うんですけどね。うん、その時に生き残ってこう帰ってこられた方々っていうのもいらっしゃるんですか。はい、いらっしゃいます。うん、はい、ただまあ75年すれ前ですから、もうその時若かったって言ってももう100歳近い方々なんで、そうですね、もう当時の遭難された方が全員存命してるかどうかはちょっと、全員亡くなったかまだ誰かいらっしゃるかっていうのはちょっと分かんないですね。なるほど。あ、そういうことなんですね。そうするとその遺骨収集という、はい、まあ、目的も、うん、本来だったらあるということでしょうか。そうですね、実はその遭難した方だと石垣から救助船が行って、はい、助けてきたんですけども、ええ、後で分かったことなんですが、はい、その食料を探すためにですね、はい、魚釣島から他の島に渡った人たちが何名かいたらしくてですね、その方たちは救助船が来たことを知らずに、はい、乗り過ごしちゃったんですね。乗れなくてですね、戻ってきた後にあの人がいなかったっていう話になって、結局その方々がもう島の方で亡くなってる。でそれがもうその遺骨がどうなったか今わからないんですね。そういうこともあるんですね。はい、そうすると、まあ、これは例えばその法的な根拠がどうであるかというのをまあ精査するというコメントを一旦されてるんですけれども、はい、これ基本的には我が国の領土であることに疑いはないわけですから、はい、まあ、本来であれば別に法的根拠はまあ、当然あるっていうことですよね。そうですね、まあ、住所の表記とかですね、はい、そういうものですから、まあ、行政の手続きとして、手続きというか作業としてですね、はい、できると思うんですけども、ただ今、まあ、国有化されてますので、はい、その国有地への立ち入りを認めてもらえるかどうかですね、国にですね、あと民間の方が一つしか持ってますので、うん、そこへの立ち入り許可が下りるかどうかですね。なるほど。まあ、それが一つの課題だと思います。これはもうずっとこの尖閣諸島にはもう上陸はおろか今や近づくこともできない、で漁業活動も石垣の漁師さんたちはなかなか思うようにできないということがずっと続いていますけれども、そうですね、はい、これは
中山市長としては、まあ、粘り強くずっと国に働きかけてらっしゃるというふうに私たち認識してるんですが、はい、国の方はもう全然その態度を変えるとい こう空気はないんでしょうか。ですね、先だって石垣市議会の方が、はい、尖閣諸島への、まあ、上陸、先ほど言った慰霊祭とか含めてですね、上陸を求めるお願いと、はい、まあ、それともう一つは環境調査ですね、はい、到着ごみがたくさんあったりとか、はい、かつて人為的にですけどヤギが被害で放たれて、それがだいぶ増えているので、そういったものの調査とかですね、はい、する名目で環境省の方にお願いに行ったんですが、はい、その時、まあ、これまでは調査って話ができなが出なかったんですが、今回は上陸はできないけど衛星写真とか画像とかを見て、うん、環境の変化ですね、はい、そういったものを調査するというふうな形で小泉大臣の方が、うん、お話返答されましたんで、はい、まあ、以前よりは 前向きていたらおかしいですけど少し前に進んでるのかなって感じがしますね。まあ、一方ですね、この、はい、まあ、もちろんその環境調査という名目、あるいはその標柱を立てるとかですね、遺骨収集とか、うん、まあ、いろんな本来だったら目的が果たされる、はい、ための上陸というのが、まあ、なかなか叶わない、うん、それだけじゃなくてですね、この連日、はい、やはり尖閣諸島の周辺に、まあ、中国の公船が来る、そして今回も、まあ、このニュースがあった直後ですね、やはり領海に入ってきている中国公船が、はい、まあ、こういうそのこの尖閣周辺が非常に危険な状態になっていることを地元のまあ自治体の長としてはどういうふうに今感じておられますか。そうですね、まあ、今回標柱の件が議会の方で話が出た翌日に領海侵入してきましたので、はい、まあ、やはりそのこちら側の動きに対して、まあ、相手方もそういうような動きをしてくるという状況ですのでね、うん、まあ、これはもう国が毅然とした態度で、臨まないといけないと思いますし、はい、まあ、行政預かる側としては、事務手続きとも含めてですね、はい、自分たちの中でできることはしっかりやっていきたいなというふうに思って、うん、なるほど。それから、まあ、先月の末ですけれども、中国の王毅外相が日本に来られまして、はい、そして、まあ、記者会見でですね、茂木外相との共同の記者会見、はい、あるいはその、菅総理に会った時に、うん、首相官邸の中でですね、はい、記者に囲まれて、うん、そこでその、まあ、不審な偽装漁船的なものがその、うん、敏感な海域に入ってきていると、でそれについて、まあ、中国側としてはそれなりの対処をしなきゃならないからしてるんだみたいなことを平気で言ってましたけれども、はい、うんうんうん、まあ、ああいうことについてもどんなふうにお感じですか。もうそれはもう断じて許せない話であって、うんうん、我が国の領土であって我が国の領海なわけですから、はい、そこに日本の漁船が行ったことに対して、あのような発言をされるということはもう一切認められませんし、うん、それはもう直ちに否定をしないといけないと思いますね。そうですよね、はい、で、まあ、石垣の市議会も含めてですけど、はい、抗議決議もしましたし、そうでしたね、はい、もう素早く、まあ、抗議決議をされていましたね。そうですね、まあ、ぜひそういう動きが、ね、全国に広がってもらいたいなとは思ってるんですが。本当ですよね、このですから、はい、石垣の市議会があるいはその市長とですね、市議会はすごく頑張ってるっていう、私たちもずっとそういう印象なんですけれども、はい、同じ決議がなんで国会の中でされないんだろうといつも思いますが、そうですね、まあ、もうちょっと沖縄県の県議会でもちょっとそれを見送るみたいな話になりましたん で、 そ、 で、ね、それもちょっと残念だなと思ってますけど。あ、確かに沖縄の、ね、県会とも全然ちょっと動きが違いますね、うん、これ石垣の市民の方たちもやっぱり同じようにその市議会でそういう決議がされているということは市民の方たちの本当に意思だというふうに思っていいんでしょうか。そうですね、市議会も全会一致でしたので、はい、まあ、それは保守革新与野党問わずですね、市民の総意だというふうに見てもらっていいと思います。なるほど、わかりました。武田さんから、まあ、そうですね、でもこういう動きは大変画期的だと思うんですよね。で、これをもし国が却下するとするならば、これそれの相応の理由を用意しないといけないと思うんですよね。ですからこれもほとんどやっぱこういう問題ってトンチが効くと思うんですよ。で、ここで何か一つが認められるとそれが先例となるので、なんとかこれ通していただいて、国としてはさすがにこれは却下できないなという何かの理由で、市長自ら上陸するという、そういうことをですね、やってほしいなと思います。ぜひ実現できたらいいなと思いますね。上陸できるんだったら私たちも一緒に行きたいですけどね。
その時はですか、うん、そう、うん、私ね、一度尖閣にあの船で行こうとして、まあ、皆さんが船出してた時もう 7,8 年前ですけれども、行こうと思ったら台風でその時だけ船が出なくなっちゃったんですよ。だからその機会をねもうしたっていうのはもう本当に後悔してるので、ぜひ今度上陸の許可が下りればですね、何しろ魚が美味しいっていうね、はい、そうですね、この前魚はいただきましたけれども、石垣から持ってきたね魚を記者会見やってお披露目してましたんで、その時いただきましたけれども、さてそれであの、まあ、それ以外にですね、いろんなことをその石垣の地元の方々は、まあ、市長もそれから市議会もおやりになってるんですけれども、はい、今またさらにそのこの、まあ、石垣のですね尖閣諸島、これを、はい、アピールするためにもいろんなことをお考えだというふうに伺いましたが、はい、まあ、石垣の方ではですね、はい、まあ、虎ノ門にあります、領土主権展示館、領土主権展示館、はいはいはい、まあ、そういったものとか、あと竹島の方にも記念館がありますけども、ありますね、はい、まあ、そういったもので尖閣の資料館を石垣島に作りたいなというふうに思ってるんですね、はい、で、あのそちらにだいぶ資料があるんですか、いろんな、そうですね、各からの資料とかですね、まあ、一番メインになってくるのはその中国当時のですね、はい、大正時代に、はい、中国の漁民が尖閣諸島に遭難をして、はい、まあ、それを石垣島の人たちが助けに行ったものが例があってですね、それの時に中国側が、中華民国ですけども、表彰状、感謝状をですね、石垣の方に出してるんですよ。で、それもちゃんとその感謝状の中には、日本国、沖縄県、八重山列島の尖閣島、和洋島って言いますけども、魚釣島でですね、自分たちの漁民を助けてくれたっていうことが書いてありますので、それはもう一級資料というか、もう当時の中国は、日本の領土だということを認めてたということですので、はい、まあ、そういったものとか資料、貴重な資料がたくさんありますね。うん、で、まあ、それの展示館を作りたいんですが、はい、ただ、まあ、それで今国ともいろいろと交渉、県にもお願いしているところなんですが、ただもう状況がもうだいぶ切迫、逼迫してきてますんで、うん、それがきれいな建物できる前にでもですね、はい、やはり私たちの展示できるものを見せるものを何らかの形で展示してですね、はい、うん、観光客の皆さんとか、うん、そういうことを、まあ、今は止まってますけど海外から来たお客様にですね、見てもらって、ああ尖閣は日本の領土だなということを分かってもらえるような、うん、施設を作りたいなと思ってます。それはその国とか県にお願いしているというのは、つまりその予算を、まあ、新たに建物を建てるのであれば予算が必要だからと、こういうことですよね。はい、そうですね、はい、で、まあ、それなかなかこう待ってもいられないという、多分そういうご事情なんだと思うんですけれども、はい、で、なんかさらにまたそれを前に進めるためのアイデアが出てきて実際実施しているということなんですが、はいはい、実は、12月の1日からなんですが、はい、ふるさと納税でですね、うん、そういった展示するための、うん、まあ、仮の施設になると思うんですが、はい、それを作るための資金をですね、はい、財源をちょっと求めようと思って、つまりふるさと納税を石垣市にすると、はい、それがその展示施設の費用に回ると、こういうことですか。そうです。で、ふるさと納税いろいろ項目ありますので、うん、はい、その中に、尖閣諸島の関する資料の収集と、はい、情報発信のための事業っていうのがありますので、はい、まあ、そこに、ふるさと納税していただければ、はい、それで私たちがもう運用して、そういう施設を作る、皆さんに展示するようなですね、仮の施設を作ろうと思ってます。あ、それいいですね。なんかウェブサイトにもご案内が出てるようですけれども。出てます、はい、はい、そうですね、まあ、その中で、今、まあ、コロナの影響で全国的に一緒でしょうけども、まあ、農業とか漁業とか、大事な業、皆さん大変なので、まあ、できたらその尖閣の方に入れていただいたときにですね、はい、また選ぶお礼の品がありますけども、はい、うん、ちょっと読ませていただきましょうか、はい、こちらね、はい、はい、石垣市では尖閣諸島の歴史的資料や自然環境の状況を多くの人に知ってもらう必要性があると考え、こうした事業を行っています。その名も尖閣諸島資料収集及び情報発信等事業。尖閣諸島の歴史や周辺海域を含む自然環境などについて国内外へ発信する取り組みを実施するため、現在ふるさと納税などを活用して国民の皆様から広くご寄付を募っています。ご寄付は3つの方法で受け付けています。ふるさと納税でのお申し込み、市役所窓口でのお申し込み、寄付申込書の郵送ファックスによるお申し込み、
石垣市役所の企画政策課のページから事業の詳細がご覧いただけますので、そちらをご確認ください、うん、なお寄付金に関する類似のサイトが表示されることがございますので、くれぐれも石垣市役所の公式サイトであることをご確認の上ご協力くださいと、こうなっております。なるほど、はい、じゃあこれはちょっと私たちもですね、ぜひあのいい試みだなというふうに思いますの で、はい、あの私自身もちょっと協力したいというふうに思います、はい、ありがとうございます、はいはい、あの、はい、今日本当に朝早くからありがとうございました。いえ、どうもありがとうございます。この後もまたいろいろとあのどんどんいろんなアイデアでおやりになっていくんだろうと思うんですけれども、はい、この今回の、まあ、来週月曜日ちょっと繰り返しになりますが、まあ、市議会でですね、はい、まあ、決議されると、採決されるということになれば、うんうん、これを受けて市としてもこのことを積極的に動く、つまり国に対して上陸許可を求めるというようなことをしていく、はい、そういう動きにつながるんでしょうか。そうですね、はいはい、そうなってきます。あ、まあ、ぜひ、まあ、その後押しの意味でもですね、はい、あの尖閣諸島に関してはあの石垣の行政区域ですけども、はい、日本の領土ですから、ね、はい、ぜひあの国民の皆さんの、関心というのを高めていただきたいなというふうに思います。はい、わかりました。石垣市長の中山義孝さんに電話でご出演いただきました。お忙しい中、市長ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、またぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。いいですね、このなんかふるさと納税、うん、こういう形で、うん、なんか石垣牛とかそういう、うん、ちょっと何がもらえるのかわからないんですけど石垣牛もね、大変ないい結構なお味と噂だけは伺ってますから。そう、美味しいんですよ石垣牛。私ね、東京でも石垣牛の食べられる専門店があるんですね、うん、あ、そうですか、すごく好きで、ものすごく美味しいんです、で昨日ね、実はあの今日この中山市長に、まあ、電話でご出演いただけそうだということを山田プロデューサーに言いましたら、もう真っ先に石垣牛のことしか頭になかったんですよあの人はそう、それが仕事ですから、いずれ行かなあきませんねと美味しいもんたくさんありますからねって、そこかいって、いや尖閣諸島だろその前に知名度をね広げることも重大ですから、はい、でも、はい、国会もともかく沖縄の県議会との温度差っていうところが気になりますよね。本当ですよね、そこがやっぱ気になりますよね。まあね、ちょっとほら先週北海道のちょっと暗い話をお伝えして、あれもね、今の道議会は全然動かないんですよ。そこもね、どうしても北と南で気にかかるところです。そうなんです、以上、協力ありがとうのコーナーでございました。では後半ニュース深入りにね戻ってまいりたいと思いますけれども、後半、いかがしましょうか。どのニュースかいきましょう。そしたらですね、ちょっと台湾のニュースいってもいいですか。ちょっと、あ、ちょっと台湾じゃない、香港のニュースの下と2つありますね。あ、こちら、はい、こちら、あ、じゃあダブルでいきますか。わかりました。ではこのニュースとこのニュースですね、いきましょう。香港周庭氏の保釈を高裁認め。